みんな、部活はもう決めたか？部活？ああ、中学生になると本格的な部活動が始まるんだ。3年間楽しく続けられる部活を選ばないとな。3年間って結構長いな。純くんは部活決めてる？大体目星はつけてるよ。君は？私は全然。中学に入学したばかりでわからないことだらけだと思うから、今日は実際に部活動をしているところを見学しに行こう。はい。まずは僕が顧問をしているサッカー部だ。ターニングスターシューズ、アルティメットロケットシューズ。キャー、かっこいい。運動できる人ってかっこよく見えるよね。わかるわかる。私サッカー部のマネージャーとかになるのもいいかも。せっかくだがマネージャーは募集してないぞ。残念。ふふん。ちゃちゃまる、サッカー部に入りたいの？ふんふん。お前、サッカー部入りたいんだって？お前みたいのがサッカーできんのか？失礼な。ちゃちゃまるは確かに横に大きいけど、毎日筋トレして頑張ってるんだよ。ふんふん。おい、一年、年上には敬語を使え。そうだそうだ。二、三年には先輩をつけて呼ぶんだぞ。いつまでも小学生気分でいるんじゃねえよ。え、そうなの？すみません。おい、お前たちうるさいぞ。部長、何をベラベラ話してるんだ？こいつ、サッカー部に入りたいって言うんですけど、どんくさそうなやつで。うちのサッカー部なかなか厳しいよ。それじゃあ試しに1対1で PK 対決したらどうかな、部長と。俺？ルールは簡単。シュートを決められたやつの勝ち。部長はすごいんだぞ。シュートもキーパーも一番うまいんだぞ。部長、やっちゃってください。ちゃちゃまる、頑張って。なんだあの機能は。あいつなかなかやるな。なかなかやるな。だが俺のシュートを止められるかな。エクスプロージョンシュート。部長のシュートを止めるなんて。先生、跳ね返ってきたボールがジュリー先輩の頭に刺さりました。また刺さったのか。君、名前は？サッカー部に歓迎する。共に頑張ろう。1年生も入ったことだし、早速特訓だ。ちゃちゃまるかっこよかったね。そうだね。よし、それじゃあ次の部活を見学しに行くぞ。はい。次はバスケ部だ。顧問のティーチャーです。バスケットボール部へようこそ。あれ、数学の先生だ。こう見えてティーチャー先生は高校時代全国大会にも出たことがあるんだぞ。そうなんです、こう見えて。それでは部員の皆さん集合してください。はい。こちらがバスケットボール部の部員です。1年生が部活見学しに来てくれましたよ。よろしくお願いします。わあ、みんな背が大きいね。私、バスケットボールをやると身長が伸びるって聞いたことがあるよ。え、身長が伸びる？僕、入部します。え、純くん、バスケ部に入るの？あれ、なんか純くんちっちゃくない？確かに。うるさい、これでも毎日牛乳飲んでるんだよ。え、そうだったの？純くんかわいい。余計なこと言っちゃった。よし、次は文化部を紹介するぞ。ここは写真部だ。ようこそ写真部へ。ここはどんなことをする部活なんですか？写真部では学校行事やイベント撮影写真を撮るのよ。あと、撮影した写真を評価し合ったりしているのよ。これは中野島で撮影した写真なんだよ。わあ、すごい。綺麗に撮れてますね。1年生もよかったら写真撮ってみる？はい。それじゃあ1年生がどんな写真を撮ってきたか発表してもらいましょう。私はあんまり上手に撮れませんでした。ピントが合っていなかったり、手が映っちゃったりしてる写真ばっかり。個性的で素敵だと思うよ。私の撮った写真はこれです。メープルちゃん、センスあるね。ほんとだ、よく撮れてるね。
プルちゃん本当にすごいよ。私部活を体験してみてもっとたくさんの写真を撮ってみたいと思ったので写真部に入部したいと思います。本当？やった新入部員だ。これからよろしくね。よろしくお願いします。結局私だけ部活決まってないな。まあ落ち込むなチーニャ。次紹介する部活はなんか声がする。すごいキレキレのダンス。ワン、ツー、スリー、エイ、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。ワン、ツー、スリー、エイ、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。あ、こんにちは。こんにちは、一年生、いらっしゃーい。部活、見に来てくれたの？ここ、わかりにくかったでしょ。まだ部活は決まってなくて見学しに来ました。ここは何をする部活ですか？ここはチアダンス部よ。チアダンス部？チアダンスっていうのは見ている人に元気、勇気、笑顔を届ける表現スポーツよ。毎年発表会をしたり他の部活を応援しに行ったりしてるんだよ。応援？部員数が少なくて廃部寸前なんだけどね。ねえ、部活まだ決まってないんだったら入ってくれない？私が？確かに応援したり人を笑顔にすることは好きだしな。それじゃあよろしくお願いします。やった、よかった。それじゃあ改めて自己紹介。2年のアセロラです。同じく2年のバニラです。3年のアリゲッティです。私は部長のビアンカです。1年のチーナです。よろしくお願いします。かわいい。初々しいわね。これから頑張ろうね。よろしくお願いします。それでね、中学校っていろんな部活があって。お姉ちゃんは結局何の部活に入ったの？私はチアダンス部に入ることにしたよ。あら、いいじゃない。チアダンスって何するの？チアダンス部はダンスとかをして他の部活を応援するんだって。僕がいつもやってる頑張るお姉ちゃんダンスってこと？なんかちょっと違うけど、まあそんな感じ。これからは私が家族みんなのことも応援してあげるから。私たちもお姉ちゃんの部活応援するよ。応援し合いっこだ。そうだね。頑張れパンタ、頑張れお姉ちゃん、フレーフレージャスミン、頑張れお母さん、頑張れみんな。